のんちゃんの七不思議です。ね、だからこう昨日は雨が降って水蒸気もたくさん水蒸気量あったということで、いっぱいその元があったんだ。だからいっぱいポポポポポって出てきて霧になったということで、今日さっき幕張からも霧が見えていたってちょっとお天気カメラで見ながら言ってしまってたんですけど、あれは多分お天気カメラの目線から見て、なんだろう、同じ目線にあったから霧だって言っただけで、多分上空地上にねいたらあのただの雲ただの雲ということです。あ、結論はじゃあ、結論はだってあの含みきれなかったその空気中の含みきれなくなっちゃった水蒸気たちが窓に張り付いただけ、結構規模がでかかったってだけですか。喋って通じてるのかな外が冷えてます、はい、窓も冷えます、はい、でも部屋の中は暖かい、だからあの水蒸気でこう含まれてるんですけども、うんうん、こう窓にこう、ね、近寄っちゃった近かった水蒸気ほど、そうそう、窓付近の水蒸気は、うん、あっ て, あってなってパッてくっつくの、そうそう、水滴になる。面白い。で、結露でね、この大きな水滴まで出てくるの、うん、あのちっちゃなこの最初水滴が出てきて、それがどん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 くっついてですよ。あ、くっついてて。そうあ、併合。そう、併合して。最後中浜、中浜。もう垂れてくるぐらいのね。そう。水滴に見えるっていうね。そうそう。なるほど。だから目に見えないけど、私たちはたくさんの水蒸気と一緒に暮らしてるってことですよね。そういうことです。それが可視化されるタイミングが温度によってあると。そういうことです。何回聞くんだって話なんですけど、私何回もこの同じリアクション取って明日には忘れてるんですよ、ね、明日にはね、分かんなくなっちゃってるんでしたけどあれ何だったっけ、雲なんでできるんだったっけってなっちゃってるの、不思議ですよね。なんででしょう、不思議。それはもう大島さんの七不思議の一つですよね、うん、気象の世界は何だ何ら関係がない。関係ないな。あなたがご自由に忘れてください。いや、忘れないで。忘れない。はい、なんでだろう。すごいね、もう何年も勉強して経つんですけど、はい、なんかね、覚えられないんですよね。あ、でも今のさっきの解釈でいいと思います。いいんですよね。そうこうアニメーションで頭の中でいっぱい小さな水蒸気を思い描いて、こうポッて出てきたりっていうアニメーション頭に浮かんでるんですけど、なんででしょうね、不思議。ね、何度でもね、教えてくださいますから、何度でも聞いちゃいましょうね。子供電話相談室、本当ですね、忘れない方法ってありますか。結構根本から理解してるつもりではあるんですよ、ね、今のちゃんと説明もできてましたしね。不思議不思議、なんでだろうな。いや、もう毎日毎日そうです、あの身振り手振り口に出して、そうですね、繰り返すと覚えていく。そうです。ああ、確かに。じゃあ毎日でも確認しましょうね。そうだそうだ、確かに繰り返すこと大事です。はい、ということで、雲と霧と雲海、それぞれのね、ちょっと同じだけど違う呼び名ということで確認していきました。お天気相談室、いつもありがとうございます。すいません、また時間がいっぱいになってきてしまう、はい、ありがとうございます。